はい、今回はオートレースを簡単に説明していきますね。ボートレースは全部で6艇で競技します。1周 600m のコースを3周回回って着順を決めます。6艇だから当たりやすいんですね。6つしかないですよ、ボートは。だから当たりやすいんですね。見どころはね、スタート。そうですね、スタートに見どころありますね。全国24カ所、ボートレース場あるんですけど、365日、毎日どこかでレースしてますんで、毎日フムラ券ね、買えますね。ナイターもあって、モーニングレースもあって、朝から晩まで、もう朝はね、9時前から売ってますね。で、夜はですね、本当に9時前まで。もうね、12時間ぶっ通しでね、もうどこかしらで売ってますので、もう一日中楽しめるっていうところがね、ボートレース魅力ですね。そして100円から投票できるんですね。初めての方、100円からなんで投票できます。男女のガチンコバトルです。男性と女性がね、同じレースで戦うんですね。ほとんどの競技、スポーツもう男女別ですよね。まあ、もちろんね、体格の差、力の差っていうのはあるので、男女が同じ土俵で戦うっていうのはなかなかないっていうのが、まあ、ボートレースの魅力ですね。体重の差はあのハンデはもらってます。女性は47キロ、男性は51キロという、体重のハンデはもらっていますが、あとはもう同じ条件で戦っています。次は決まり手ですね。まずは逃げです。1コースの艇が先に回ってそのまま1着を走るっていうのが逃げです。はい、次に差しですね。差し2コースから6コースまでの艇が第1ターンマーク、内側の艇が行った次の瞬間を指す、これが差しですね。はい、次まくりです。2コースから6コースの艇が内側の艇をスピード落とさずにまくり切るっていうのをまくりと言います。次にまくり差しですね。第1ターンマーク、3コースから6コースの艇に限るんですが、隣の艇をまくりながら行かせて差す、難しいですね。まあね、まくり差しできたらかっこいいんですよ。ゆくゆくまくり差し覚えてください。恵まれですね。先行している艇が、フライングスタート方式のスタートで、フライングしてしまった艇っていうのはね、その時点で変換欠場、そのレースはちょっと不成立っていう感じになってしまうので、その時に順位が変わって、後ろに走ってたんですけど、その先行している艇が欠場してしまうことによって自分が1番になった時に恵まれという決まり手になりますね。次ですね、コースで勝率が変わる。1コースの勝率が約 70%、ボートレースって左回りなんですね。もう右回りって絶対しないんですね。左回りで3周回するんですね。でどうしてもね、やっぱり内側の艇っていうのが有利になるので、まあ、1コース、一番内側のコースが 70% で勝利しているというね、数字が出てますね。あと選手の勝率は公表してますね。階級で強さが分かります。4つの階級に分かれていますね。まあ、ピラミッドの感じですね。一番上が A1 級から一番下が B2 級まで、まあ、これらの、まあ、A1、A2 などを、まあ、参考にねしていただく方が多いなと思うので、あの級別っていうのはぜひご覧になってください。レースに使用する、まあ、モーターやボートっていうのも勝率出てます。モーターとボートっていうのは使用期限1年なんですね。1年のうち、まあ、今まで使ったモーターボートの勝率っていうのがデータで出てますので、まあ、そこをすごく重要にしてほしいなと思います。まあ、いくら A1 級の選手、まあ、腕が良くてもですね、やっぱりね、悪いモーター引くとなかなかね勝利することできないので、注目エンジン、注目ボートっていうのはどんな選手が乗っても結構こう勝利に近づくっていうことが多いので、選手のね級別ももちろん見てほしいんですが、モーターボートの勝率っていうのもねぜひ、参考にしてください。はい、次は今注目のレーサーですね。峰竜太選手、強いですね。佐賀県出身です。私ね、同い年ですね。はい、1985年生まれ。本当にね、人気も実力もトップレーサー、まさにこの通りですね。YouTuber でもありますし、
もう SG という大きなタイトルもね、いくつも取ってますしね、もう本当に今大会を引っ張っていってくれる存在ですね。大山千尋選手ですね。もう本当にね、すごく若くてキャリアもね、まだまだ浅いんですけど、実力ありますね。スタート早いし、ターン上手だし、すごく謙虚でね、もうこれからどんどん伸びていく選手ですね。はい、お母さんも昔ね、選手でした。もうね、今引退されたんですけど、親子でレーサー、かっこいいですね。はい、次は松井しげる選手ですね。もう王者といえば松井選手ですね。はい、もう本当にね、ボート界、松井選手の名前はね、みんなが知ってますよね。もう今まででね、37億円ですよ。すごいですよね、37億円を稼がれた。もう本当にね、数多くの SG タイトルもたくさん持ってますし、もうまさに王者という貫禄もありますし、まあ、考え方も全てプロフェッショナルで、とても素晴らしい先輩ですね。はい、次は日高いつこ選手ですね。2人のお子さんいますね。娘さん2人いて、今もなおトップを走り続ける、本当にグレートマザーで、もうすごく尊敬する先輩の一人ですね。もう女子で初のね、賞金10億円超え。10億円ですよ。すごく夢がある。女性でも頑張ればね、生涯10億円稼げる仕事って他にありますかね。まあ、それぐらい本当に素晴らしい選手でもあり、まあ、このボートレーサーっていう職業は夢がある仕事だと思います。次は船券っていうのはレース場で買えます。チケットショップでも買えます。スマホやパソコンなどでも買えます。ということで、これね、レース場にもちろんね、来てほしいです。もう一番はレース場で生のレースを見て、あの、応援してほしいし、船券を買っていただきたいんですけど、ちょっとレース場から遠いなっていう方もたくさんいると思いますので、そういう方には場外発売所だったりとか、スマートフォンとかパソコン、ね、ネット投票っていうのも今ありますので、あの、今すぐね、船券っていうのはね、誰にでも買えます。買い方はね、たったね、7種類3連単ボックスがおすすめらしいですよ。本当にね、あの、6艇を当てるっていうのは120通りしかないんですね。言ったらね、スマホパソコンがあればですね、まあ誰でも買えますね。まあ、できればですね、24箇所あるボートレース場に足を運んでいただき、生のレースを見ていただけると本当にありがたいと思います。今回ボートレースについて説明しましたが、知らない方たくさんいると思いますので、この動画を見て、あ、ボートレースってこんなに簡単な競技？すごく面白いじゃんって思ってくれると本当に嬉しいと思います。ぜひこの動画をご参考に、ボートレースを楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。これからもボートレースの魅力を心を込めて発信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。